パラモスブロスレベル 30!6?6 じゃない、30! 家でゆっくりやりながら30になりました。うん。昨日も今日も全く家を出ておりません。そんなギコちゃんですけども、なんとか30に到達しましたので、ちょっと早速挑戦しようと思うんですけれども、バラモスと違ってバラモスブロスは、ドルマとジバリア系、これに弱いんですよ。なんで、今までのデイン属性で攻めてたりすると、勝てない。で、なんだったら、おそらく29までよりも、俺はストーリーの上級の最後のバラモスブロスとスカルゴンの方が強く感じた。スカルゴンがなんか痛恨の一撃やってくんだよ、あれ。あれやばかったぜ、普通に。じゃあちょっとやっていこう。装備だったり心に関しては動画の最後で改めてね、紹介させていただければなと思っております。いくよ、挑戦する、ポン。さあ、おっ始まりま、え、なぜ逃げた、なんで今一回逃げたの、なんで一回逃げたの、やめてくんない、しかも滑るように逃げてくんのやめてくんない、エスカレーターみたいになっててんじゃん。じゃあ改めまして、いきます。来た、この最初のさ、踊りムカつくよな、ムカつくな、この踊りで。魂のオートバトル、オートベロをしたいんですけど、多分無理。これは1回目はちょっとね、操ってみようと思う、と思ったんだけど、やっぱり魂のオートベロにするわ。命大事に、賢者だけは命大事にする。バトマス55、レンジャー55、レンジャー55、賢者55で、フレンドさんがバトマス54。いきます、見ていいよ、古文乱舞、カシャンカシャンして、カシャンしよう、カシャンカシャンしないの、カシャンしないんだ。殴っていく。いや、イオラ、イオラが強いんだよな。イオラ2連発やばいね。古文乱舞2手目が下手するといてつかとしてくるよね。だから縛っときたい、縛って、カシャン、よし、完璧。エロすぎる、普通に。なんで超弱点と普通の弱点なのか、あれか、建物のやつ、商人のやつかのおかげか。復讐のオートベロ、うん、復讐とか、まあ一回負けてないけどね。強いぞこれ。ああ2800か、甘酸っぱいな。いいよな、ブエー、あ違う、減ってこないんだ。もう全体回復してほしいよね、全体回復。俺めちゃくちゃ全体回復大事だと思ってる。タイマ好き、ガン好きで、タイマ好き、ガン好き、何するか君は。ホイミとかなる、ホイミすんじゃねえよ、ホイミすんじゃねえよ。なるべく全員回復した方がいいんだって、この場合は。で、イオラだろ。おお、通常攻撃、縛れ、ガシャンいけ、ガシャン大事、ここガシャン。あー、やばい、ミス、ミス、ちょ、フレンド、フレンドミス、ちょっと癒しの波動センキュー、癒しの波動はセンキュー、癒しの波動って言ってたけど、癒しの波動はセンキュー。それ意味ないから、いてつく波動は全然いてついてないから、こっちとしたね、ホットだから、むしろ、むしろホット。いけ、コブン、いけ、3対13対1の力見せてやれ。ガシャンしないの、ガシャンしないの、ガシャンしてくんないの。でもこれ波動だよね。オッケー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 、イオラからの火炎の息とかにして、よし、優しい、君は優しい弟だよ、優しいマイブラザーだよ。ガシャンしないね、ガシャンしないのはちょっときついね。多分レンジャー強すぎるんだけどね。ガシャンはちょっとずるいのかもしれないけど、波動選球、波動いいね。イオラ、イオラじゃない、そろそろ。あぶねえけど、これは癒しの波動でまくれる。古文乱舞、古文乱舞ってなんかいいよね、響きが。そろそろ縛ろうぜ、縛らなすぎだから。3470、エッチだねー、その攻撃力。ういおい、武蔵さんありがとうね。うん、さすがにね、こうね、2本こう持ってダラッとしてる感じは強いんだろうね。ありがとう。心は落としていけ、なん。でもね、実はもう S 持ってんのよ、
実はもう S 持ってるのよ。装備とか心を紹介していこう。はい、これがね、先ほど組んでいたパーティーバラモスブロスという名前でございますけども、まあ左からバトマス55、レンジャー55、レンジャー55、賢者55で、フレンドに、バトマス54を連れてきた。まあ今回はフレンドさんはね置いといて、まあ見たら分かると思うんですけども、フレンドさんは闇騎士装備でしたね。うん、じゃあギコちゃんから見ていきますか、装備。はい、常闇、まあ闇騎士装備、ヘルム、鎧上、鎧下25に、常闇の槍25に、王者の盾プラス9って、なんで25あんのになんで9の方つけてんの、あれ25のあんのに9をつけていくスタイル。25にしとけばよかったやつ、ちょっと弱い状態だったやつ。まあいいや、16ぐらいあんま変わんないから。王者の盾つけてる理由は特にないです。うん、攻撃力特化ではない感じですね。で、悪魔の尻尾つけてます。守備力アップと、あとドルマ属性だったかな。ドルマ属性違う、全然違えし、なんでつけてるか分かんねえし。まあ、ホムラに関しては、まあ、単純に守備力アップさせてる。こっちじゃなくて、確かこっちだったんだよね、俺ね、ドルマ系は。うん。で、2人目の村人 C は、カンダター装備ですね。うん。で、逃げ逃げリング。で、これでジバリア系が開けてると。うん、で、氷のピアス。これは攻撃力が単純に7アップ。はい。で、この人がね、一番のアタッカーだったかな。命中装備、25フルセットに、ドラゴンシールドに、魔導将軍。これね、ドルマ属性もアップするし、攻撃力も12アップする。とんでもない武器だよね。で、3ピアス。攻撃力プラス8。で、賢者に関して言うと、まあ、悟りシリーズのプラス25に、ルーンバックラープラス25。で、うぅ、もうちょっとブーブー言ってんな。これ、なんとかの読めない。マリの指輪だってのかな。そう、わかんないけど、回復魔力をひたすらなんとなく上げてみた。で、HP と回復魔力が上がる、耳飾り。はい。そんな感じです。で、心に関して言うと、一番左から順番にこんな感じ。うん。特にゴーレムをつけてる理由はない。これそのままなんだけだね。本当は違うやつをつけたかったんだけど、ただ、寝ぼけてて忘れたっていう。それだけのこと。はい。で、まあ、レンジャーさんは、カンダタつけてって感じですね。で、ジバリアの心つけて。心じゃねえや。真珠つけて。うん。戦ったよって感じ。はい。3人目のレンジャーさんはこんな感じ。下の2つもこれ、激悪魔系と激水系書いてあるんですけど、これもね、ドルマ属性アップしてる感じ。特技ダメージがプラス55で、プラス 10% モリモリちゃんって感じ。で、最後の1人の賢者が、バロンス S にデスピサロ S、メタルホイミ S にドラゴンスラム S。で、癒しを S を2つつけてる感じね。うん。メタルホイミンかドラゴンスライムのところを悪魔進化にしたいよね。うん。本当はね。で、まだ持ってないんで。うん。まあそんな感じかな。で、バラモスブロス S に関して言うと、どれかな、心の S、 これか。1個だけ昨日ね、モンスターストライクっていうゲームやってて、めちゃくちゃ難しくて勝てなかった、難易度のクエストがあったんですけども、それやりながらドラクエ片手間にやってたんですよ。そしたらバラモスブロスの心 S がパン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 として、もうその瞬間うおーって言っちゃったからね、俺。もうアーカイブに残ってるんですけども、本当にすごかった。うん、8000人ぐらいを見て、ね、7,8000 人ぐらいの方が見てくださってるのに、そこでバラモスブロスの話をするっていう、本当に狂気じみたことをしたんですけども、はい、そんな感じで、バラモスブロスの心はもう皆さん紹介してると思うんですけども、 HP67、 MP52、 力が38、身の回り守り38、魔力、攻撃魔力が55、いいよね。で、回復魔力は全然ない、プラス8、素早さプラス31の器用さプラス36で、特殊効果は最大コストプラ4と、イオとギラのダメージがプラス 7%。 いいよね、イオがいいよね。で、今後ギラが多分接待で出てくるんだろうなと思う。ギラ属性系のやつが、魔法戦士系かな。ベギラゴンはめちゃくちゃ弱いから。うん。で、攻撃剣耐性と封印耐性、うん、まあ、耐性もまあ本当の超難度とかになってくると輝いてくるのかな。今のところこの耐性系はそんなに実感したことはない。うん、これはすごいいいと思ったことは俺は一回もないので、ひたすら攻めてるからね。ひょっとしたら人によっては、そこら辺をうまく使えてる方もいるかもしれないんですけども、ギコちゃんは脳死脳筋プレイなんで、全然役立ったことはない。うん、ダメージアップがむしろやっぱ好きだよね。うん、そんな感じで、今回はバラモスブロスレベル30に挑んでみたっていう、そういう動画でございました。皆さん、どうですか？クリアできましたか？結構難しいんですけど、バラモスブロスの心も今後のことを考えて、ゲットしておきましょう。ということで、よかったらチャンネル登録と高評価してくれたら嬉しいな。
以上、ぎこちゃんでした。またな。